皆さんこんばんは。3月15日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私ルシオコスカ、コメンテーターはアークフォーデンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。富士通がシミュレーション技術で生産ラインを効率化。サウスバイサウスウェスト2013で Google グラスの実演デモ。アイトラッキング、3D アバター作成、キネクトの活用。ドコモが海外にアニメとゲームの本格配信を開始。バーチャルワールドキット for 3DI クラウド、3月末でサービス終了。リレーフォーライフオブセカンドライフ、今年も開催。まず最初のニュースです。3月8日、富士通がシミュレーション技術を駆使して、人員配置や作業工程を抜本的に見直し、最適な量産ラインを構築することを発表しました。これは、進歩したシミュレーション技術を使用し、コンピューターの画面上で生産性が最高になるように、工場の人員配置や設備レイアウトを決めることができるシステムです。富士通ではさらに、一人一人の作業手順や部品情報まで大量のデータを入力して、最適のラインを築いています。設備の数や工程の流れ、部品の置き方、作業者の指先の動かし方までデータを加えていくと、最適のラインを計算するデータはとてつもない量に増えてしまいます。富士通は中核ソフトを開発した鳥取県のベンチャー、レクサーリサーチから特許を買収し、膨大なデータを解析するビッグデータ技術と組み合わせて運用しています。新方式では、スマートフォン新製品の約600の部品や作業手順などを入力し、画面上で仮想的な量産ラインを表示。約800人いる作業者の動きも計算して、最も生産性が高いラインを構築するということです。ラインを作ってから改善する作業が省けるため、開発から量産までの期間が今の半分の約3ヶ月に短縮され、生産コストも半減できる見通しです。順次入力するデータを増やし、さらに生産性を高める予定とのことです。国内製造業では、生産ラインを一度立ち上げ、現場の地道な改善で効率を高めるのが一般的ですが、当初から最適のラインを立ち上げれば、新製品投入時から効率生産が可能になり、海外展開の際も工場の立ち上げを早めることができます。日産自動車でも座間事業所で、世界中の工場の試作を日本に集中する体制を整えたロボットの動きや組み立ての作業手順を最適化し、試作回数も削減したところ、同じモデルを他国で生産するのに1年以上かかる量産準備期間を半年に縮めたということです。富士通では今後2、3年で主力15工場に導入するほか、システムを外販する予定だということです。次のニュースです。Google グラスの最新情報をお届けします。Google はアメリカで開催中のイベント、サウスバイサウスウェスト2013で Google グラスの実演デモを公開しました。これまで公開されてきた動画では、写真、動画撮影と共有、メール、屋内を含むナビゲーション、音声で検索といった使い方がありましたが、今回はニューヨークタイムズやエバーノートといったサードパーティーアプリや操作インターフェースにも触れています。例えばニューヨークタイムズは記事の見出しと執筆者名、時刻が表示され、気になった記事は内容を読み上げで聞けるといった操作が可能です。サードパーティーではありませんが、Gmail では、メールが着信すると、送信者のプロフィール画像とメッセージが表示され、回答は音声入力で口述テキスト変換して返信できます。この他にも、プロジェクトグラスチームは、公式 Google プラスに、チームメンバーのグレッグ・プリスト・ドーマン氏が、ドツキグラスのプロトタイプをかけた写真を掲載しています。グラスはモジュール式になっているため、自分の視力に合ったレンズとフレームを追加できるそうで、
現在、ドツキメガネ用フレームのデザインの仕上げにかかっており、グラスエクスプローラー向けのプロトタイプには間に合わないものの、年内には完成するとしています。また、日本では AR、拡張現実のスマートフォンアプリ、世界カメラの発明で知られる、元トンチロットの井口氏が、サウスバイサウスウエスト2013で、テレパシー1という、ウェアラブルコミュニケーションデバイスを発表しました。このデバイスは、目の前にディスプレイとカメラが来るようになっていて、5インチ相当のバーチャルスクリーンが現れ、Bluetooth で他のデバイスと接続でき、メール受信、ソーシャルネットワークの更新確認、今見ているものを友人とシェアできるということです。商品の差別化という点では、Google Glass よりも、よりファッショナブルで安価になるだろうと井口氏は説明しており、アメリカでは2013年のクリスマスシーズン前に発売される見込みだということです。次のニュースです。キネクトの利用法の話題です。視線入力技術、ヌイヤのメーカー、42アーゲーが、キネクトセンサーをアイトラッキング機器に変える低価格アタッチメント、アイチャームの商品化に向けた資金を一般から募っています。アイチャームは、キネクトセンサーの前面に被せるように取り付けるアタッチメントで、PC のモニターの下に置くことで、自然でウェブブラウザをスクロールしたり、写真を見たり、マップアプリをズームするといったことのほか、付属のヌイヤ SDK を用いて、既存のアプリを視線入力に対応させたり、新たな視線入力アプリを作成することができるということです。開発者によると、従来の産業用、研究用アイトラッキング機器は、1000ドル程度から数万ドル高価なのに対して、アイチャームは、キネクトセンサーの IR カメラを使うことで、余価60ドル程度と安価にすることができるということです。現在はキックスターターで資金を募っており、50ドルから60ドルを出資すれば、プロジェクトが成功した場合は、iCharm 本体及びヌイヤ SDK やヌイヤ対応アプリが出資者に送られるということです。もう一つは、キネクトで 3D キャラクターをモデリングする技術の話題です。マイクロソフトリサーチが、テックフェスで新たなナチュラルユーザーインターフェースや、情報視覚化など様々な研究と、キネクト関連技術の情報を公開しました。その中の一つが、ボディアバターで、自分の体を粘土のように造形して 3D キャラクターをモデリングする技術です。まず、キネクトの前に立つ自分の体をスキャンして取り込み、あとは自分に羽が生えたり、角が伸びたりするイメージで、仮想の体を引っ張ったり切ったりして 3D キャラクターを作るモデリングツールのアイデアだということです。腕の可動域を考えると、なかなかイマジネーションのままにとはいかない気もしますが、3D モデリングツールの知識がない場合、まず戸惑うのは対象がどちらの向きを向いているかであったり、視点の回転やリセットであったりすることを考えると、実際に人が操作するアバターの状態で、左肩からもう一本腕が生えているやら、頭から触覚が前方にを直感的に操作できる点は、エンターテインメント分野向きかもしれません。次のニュースです。NTT ドコモが海外で日本のアニメとゲームの本格配信を開始します。これは今年の秋までにスマートフォン向けにヨーロッパと南米で配信されるもので、アメリカ、Google の Android やアメリカ、Apple の iOS など OS の種類を問わずに利用できるようにするということです。ドコモは国内でスマホ向けにアニメやゲームなどを販売する電子商取引サイト D マーケットを運営し、アニメは角川書店と共同で約600作品を配信しています。これらを一部を海外向けに翻訳するなどして供給し、ゲームはソーシャルゲームがメインになるようです。Google や Apple の配信サイト内のコンテンツは、それぞれの OS を使った端末しか利用できませんが、ドコモが提供するゲームやアニメを両 OS で使えるようにすれば、使い勝手の面で再開できると見ているようです。
当面の配信先は、日本文化への関心が高いフランスやブラジルなどが中心になるようで、これまでドコモが海外で主に配信していたフランスとインドでの漫画配信だけではなく、今後は映画やドラマの提供も検討するようです。ドコモは今後、国内のスマホ販売が頭打ちになり、収益の柱の通信収入が伸び悩むと想定しており、コンテンツ配信などを新たな収益源に育てたいとしています。マークさん、このニュースいかがでしょう？はい、皆さんこんばんは、コメンテーターのマークです。このニュースなんですが、NTT ドコモが、スマートフォン向けの、アニメや、ゲームなどを、欧州、南米で、秋頃から行うとのことなのですが、OS を問わずに利用可能になるという、内容でした。現在、ドコモのスマートフォンは、Android がメインで、Windows フォンなどの、少数の、OS のものが入っている感じなんですが、iPhone の iOS など、他社の OS に関しても利用ができるということは実はすごいことなんですね。よく、サイトからアプリをダウンロードする際に、Android 用か、iPhone 用かを、選んで、専用のアプリをインストールする必要があったんですが、いろいろな OS に対応させる、こういった問題には様々な障害があったりします。しかし、ドコモは、海外をターゲットに、他社多様な OS に対応して、日本のアニメなどの、日本製の海外で評価の高いコンテンツを、海外に配信する、そういった事業計画を打ち出したわけです。2011年、海外売上が、およそ、100億、だったと言われているんですが、それに対して2015年、ドコモの目標は2000億円を狙っているとのことですね。日本市場がメインの、キャリアと呼ばれる通信業者である、NTT ドコモが、海外市場マーケットに進出すると、これに続く業者が、より出てくると思うんですが、今後国際市場に、日本携帯事業者が、海外進出する、そういったことは、企業成長や、市場確保に重要になってくると思いますね。我々ユーザーもスマートフォン市場の動向には目が離せない、そんなところでしょうか。以上、アークでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次のニュースです。3月11日、3D インターネットソリューションの開発・提供を行う 3DI 株式会社が、自分のサイトやブログなどに通行の専用 HTML タグを貼り付けるだけで、すぐにアバターソーシャル空間を設置できる、バーチャルワールドキット for 3DI クラウドの提供を終了することを発表しました。これは 3DI 社のウェブサイトで発表されたもので、3月29日をもって 3DI クラウドのサービスを終了するとのことです。3DI クラウドは誰でも無償で利用することが可能で、貼り付けられた空間を通して異なるソーシャルサイト間のユーザー同士がアバターを使ってチャットを楽しむことができます。クリエイター向け開発ツールは Android や iPhone などスマートフォンを含むマルチプラットフォーム対応の 3D ゲーム開発ツール環境Unity 上で動作する拡張プラグインとして構成されており、プログラミング経験が少ない CG クリエイターやデザイナーでも、サンプルスクリプトをドラッグ&ドロップするだけの簡単操作で空間テンプレートを作成することが可能です。自社のサイトやブログに沿った趣味嗜好のユーザーを複数の異なるソーシャルコミュニティ間を横断するアバターソーシャル空間という新たな広告チャンネルから集客を行うことなどを想定していました。3DI クラウドのダウンロードはすでに11日で終了しており、サポートも3月29日で完全に終了するということです。次のニュースです。3月9日からセカンドライフ最大のファッションイベント、リレーフォーライフ・オブ・セカンドライフが開催されています。リレーフォーライフ・オブ・セカンドライフは、リレーフォーライフのセカンドライフとして毎年少しずつ形を変えながら開催されています。そもそもリレーフォーライフはアメリカがん協会が主催するチャリティーイベントで全米5000カ所で毎年開かれ、がんについて啓発し、がん患者の勇気をたたえ、がん研究や患者支援のために寄付を集めることを目的としています。日本でも
日本対がん協会が主催して2006年から行われており、がんに立ち向かう日々の思いや体験を語り合い、リレー方式で24時間歩きながら寄付を募るイベントとなっています。セカンドライフ内では2005年から活動が始まり、中からファッションイベントであったクローズインフェアとヘアフェアでもチャリティー活動に参加するようになり、セカンドライフ内でも代表的なチャリティーイベントになっています。このイベントには毎年セカンドライフ内で活動する多くのデザイナーが集い、このイベント期間中の売上の一部はアメリカがん協会に寄付されます。今年は3月9日から17日までファッションフォーライフが、4月20日から27日まではファンタジーフェアが開催されます。他にも様々な関連イベントが開催される予定ですので、ぜひ公式ウェブサイトで情報をチェックしてみてください。次は私、ルシのピックアップコーナーです。ICS、インタラクティブシネマシステムをご存知でしょうか？普通、シネマ、映画といえば客席から見るものですが、このシステムでの体験は名前の通り、与えられるだけのものではありません。VWBC の番組でも ICS を使った辰姫演技という作品をご紹介したことがありますが、セカンドライフの中で、まるで映画の主人公になったように、その世界観を楽しめるシステムです。今回は、クーロンシムに設置されたICS シアターで遊んでみました。クーロンといえば迷子になるのが醍醐味のようなシム。まずは ICS シアターにたどり着くまでにちょっとしたドキドキが楽しめます。シム入り口のテレポートチームからメインストリートを進みます。シアターに少し手前の左側、清流寺という細い路地を入ります。右側のひげ抜き屋を見つけたら ICS のネオンサインが見えるはずです。その入り口からさらに細い路地を入ったところから物語のスタートです。一度に数人で体験を共有できるのもこのシステムの素敵なところ。波動を受け取る端末まではぐれないようにお進みください。もちろん一人でも楽しめます。今でこそカメラの見え方を固定した催しは増えていますが、これがすでに2007年には設置されていたことに驚きます。あとは指示に従って冒険を進めましょう。クーロンシムと ICS の素敵なコラボレーションをご堪能ください。所要時間は10分足らずですので気軽に参加できます。以上、ルシのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。